中世ナバーラ王国時代のメリンバーデスを色分けした図。紫色部分がバスナバールバスナバールの風景ナファロア・ベヘレア、バスナバール、またはバハナバーラは歴史的なバスク地方の7県の一つ。ルネサンス期まではかつてのナバーラ王国の北端部分であった。スペイン王国がナバーラ王国の大半を占領した16世紀初頭より事実上、 フランス王国の支配下に置かれた。1620年からフランス革命までナバーラ王国という損傷を保ちながらもフランス王国と統合されていた。1790年から現在までピレネーザトランティック県の一部となっている。バスナバールという名称はナバーラ王国の他地域から切り離されフランス支配下に入った16世紀以来のものである。 バスナバールは、ナバーラ王国南部のメリンダーですと、区別するためスペイン語で、ウルトラプエルトスとも呼ばれてきた。1620年に記された歴史的文書の多くが、バスナバールを、メリンダーでウルトラプエルトスとして触れているが、実際のこの地域は、メリンダーとして扱われるべきでない。バスク語で、バスナバールを、ナファロア・ベヘレアという。バックス・ナファルロア。 バックス・ナバラという名称も見られる。スペイン語では、一般的に、バハナバーラと呼ばれる。一方で、歴史書において、ナバール・ラ・バジャの概念も見られる。フランス語における、バス・ナバール住民の呼称は、バス・ネバーレスである。バスク語では、バクシニバーターとなる。スールにおいては、フランス語でもバスク語でも、バス・ナバール住民は、マネックスと呼び習わされている。 バスナバールは、東を、フランス領バスクのスール、南と西を、ナバーラ自治州、北西を、フランス領バスクのラブールと接する。バスナバールの地形は二つに分類される。北部は、ミクス地方、アルブルとグラモンの急行釈量から構成され、ラブールと同様丘領地帯である。オスタバル地方は、バスクのピレネー山脈に向き合う、南の地方で、 シズやアルディウルドダニ、オセスダニがこれに含まれる。人口の多いコミューンは、サンパレー、サンジャンピエド・ポール、ビダシュである。サンジャンピエド・ポールの境界のステンドグラス。フランス王国を表すフルール・ドリスを背景に、ナバーラ王国の紋章が描かれている。バスナバールは、ピレネーサンミアクナム山麓に広がるナバーラ王国の北部であった。 サンジャンピエド・ポルの荘園はその中心地であった。1515 15年に、アラゴン王フェルナンド2世が、ナバーラ王国を併合した際、唯一永久的な併合から逃れた地方であった。フェルナンド2世以後、スペイン王が、ナバーラ王を事実上兼ねることとなった。スペイン王カルロス1世は、旧ナバーラ王国の全土征服を目論み出兵するが、退却を余儀なくされている。 バスナバールは、ベアルン領主でもあったアルブレケの下で、独立王国であり続けた。スペインによる、ナバーラ侵攻から4世代後、ナバーラをエンリケ3世が、フランスをアンリ4世として王位に就いた。1620年、ルイ13世は、ベアルンにおいての集会で、バスナバールのフランス併合を宣言した。1789年、バスナバールは、 フランス王国の三部会に大議員を送ることを拒否した。代わりにバスナバールはナバーラ王としてのルイ16世に大議員を送ったのだった。1790年までフランス王は自らをフランスとナバーラの王と称していた。一方、代々のスペイン王たちもナバーラ王の称号を継承しており、フランスとスペインの両王がどちらもナバーラ王を自称する状態が続いた。 フランス領となってから、公用語はフランス語であるが、バスク語は現在でも、バスナバールで広く話されている。2001年のバスナバール及びスールにおける、バスク語とフランス語の二言語話者は、全体の61%を占めていた。文化的アイデンティティについて、あなたは、自身を、バスク人だと思うかという質問をしたところ、63%の、 バスナバール住民は肯定的に回答し、9%はある程度は思うと答え、別の24%は否定した。ありがとうございます。